今回はイオリイオさんについてご紹介します。イオリイオさんに関するキーワードは会社員との二刀流、溶接ができる、巨乳一家です。ちなみにバストサイズは J カップです。でかすぎる。それではキーワードを含めてご紹介します。イオリイオさんは1998年8月13日生まれの神奈川県母出身のグラビアアイドル、コスプレイヤーの方です。2020年は芸能活動と並行して建築系の会社で働いていたとのことで、二足のわらじをされていたようです。2018年の20歳の時から活動を始め、2019年7月に発売されたミルキーグラマーという DVD から本格的なグラビア活動をスタートしました。2019年末にはグラビアオブザイヤー2019にて優秀賞に選出され、同時にアイドル専門ウェブサイト東京リリーがユーザーの投票をもとにあなたが選ぶ2019年 MVP の結果発表を行い、2019年 MVP、 2019年巨乳アイドル賞第2、2019年美尻アイドル賞をそれぞれ受賞されました。2020年からは公式 YouTube チャンネルを開設されています。現在では約3万人のチャンネル登録者がいるようですね。気になった方はぜひご覧ください。2020年には週刊プレイボーイの企画、雨宿りしたい次世代勝ち番付で東の横綱に選出されています。大癖のタイトルですが素晴らしい企画ですね。 J カップですから横綱を名乗っても何ら問題なしですね。またこの年のアイドル専門ウェブサイト東京リリーでは、2020年上半期巨乳アイドル賞第3位、2020年上半期美尻アイドル賞第2位、2020年下半期注目アイドル賞第3位を受賞されています。順位が1年前よりも下がっている気がしますが、素晴らしい肉体をお持ちなのは間違いないので全く問題なしですね。この2020年の年末に社会人とグラビアアイドルの二刀流で活動していましたが、ご自身のツイッターにて来年は芸能を一本にする予定ですと報告されています。趣味はコスプレ、読書、ゲーム、テラリウム作りで、特技は建設模型作り、アーク溶接、一人で話し続けられることなんだそうです。グラビアアイドルで溶接ができる人はそうそういないでしょうね。建築会社に勤務していたのは伊達じゃないですね。好きなものは犬、美少女、ごま団子、馬刺し、お酒、梅水晶、もつ鍋、ラーメンだそうです。梅水晶好きとは分かってますね。もともと巨乳がコンプレックスであり、高校時代は男装して通学していたんだそうです。それはそれで見てみたいですね。ちなみにご家族はお母さんとお姉さんがおり、2人とも F カップぐらいの持ち主だそうなので巨乳家系のようです。素晴らしいご一家ですね。高校卒業後、大学で建築造形を学んでいたそうですが、建築と無関係の授業に日焼けがさし1年で中退、建築関係の専門学校に入学し直し、卒業後の2020年から建築系の会社に就職されました。グラビアアイドルとして活動しながら会社員になったことについてはあるインタビューで、グラビアは一生続けられないし、だったら今まで学んできたことを活かした仕事に一度はついてみたいって思ったんですと語っておられます。めちゃくちゃしっかりされてますね。大学を中退して建築をガチで学びたいというその意気込みにも好感が持てますね。尊敬する人物は同じくグラビアアイドルの川崎彩さん、気になるグラビアアイドルとしてミリーチカさんを挙げておられます。川崎彩さんは同じ事務所に所属されている元レースクイーンの方で、ミリーチカさんはアイカップのとんでもボディをお持ちの方です。座右の銘は死ぬこと以外か擦り傷です。いい言葉ですね。イオリイオさんのことが気になった方は概要欄に SNS の情報などを載せていますので、ぜひ見ていってください。それでは次の携帯の方の動画でお会いしましょう。ご覧いただき本当に本当にありがとうございました。